組長が逮捕されたぞ。何したんですか。怖いのは見た目だけだと思ってたのに。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。さかなクンが切れたぞ。あのさかなクンが3をつけなかったからかな。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。この世は弱肉強食だぞ。どこの獅子王さん、そんな殺伐とした世界じゃないから。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。ネネちゃんを訴えるぞ。何されたんだよ。リアルおままごとがそんなにストレスだったのかな。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。マサオのくせに生意気だぞ。お前ら友達じゃないんか。5歳にしてすでに格差社会。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。今日の相手は吉永先生だぞ。何の相手だ。今日はってことは昨日は松坂先生か。乱れてるぜ。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。長沢くん家に火をつけるぞ。ちょっと待て、なんでそんなことするん。なんでそんなひどいことするん。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。ヒロシの靴下で死者が出たぞ。兵器ですか。死因が靴下って、死んでも死にきれない。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。さっさと引っ越し、しばくぞ。引っ越しおばさん、この人実はかわいそうな人やねんで。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。風間くんの化けの皮を剥がすぞ。やめたれや。普段あんな血ざってる風間くんが実は美少女アニメオタクだっていう秘密は秘密のままにしておいてやれ。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。七子お姉さんのパパ活だぞ。そんなことしとったんかい。若さと美貌をしっかり金に変えとる。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。マサオをネズミ講に誘ったぞ。どんな幼稚園児やねん。でもマサオなら騙せそうだな。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。マサオくんをメルカリに売るぞ。人身売買。でか誰が買うねん、こんなおにぎり。どけどけ、ぶつかっても保険降りねえぞ。坊ちゃんの背中にチャックがついてるぞ。まさかの着ぐるみ。確かになんか人間っぽくないよなって思ってたけど、まさか中身があったとは。